横須賀基地で行われた派遣情報収集活動水上部隊出国行事中東地域における日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動は2019年12月に閣議決定され2020年から行われている中東地域への自衛隊海外派遣であるいわゆる派遣法は制定されておらず日本関係船舶の安全確保に必要な 情報収集体制を強化することを目的とした、閣議決定、防衛大臣の命による調査、研究のための舞台発出となっている。安倍内閣総理大臣、河野太郎防衛大臣以下の見送りを受け執行する、高波、高波を見送る安倍内閣総理大臣、河野太郎防衛大臣以下、式典出席者2019年12月27日に、 閣議決定された中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取り組みについてに基づき中東地域において日本関係船舶の防護の実施を直ちに要する状況にはないものの状況を踏まえるとその安全確保に必要な情報収集体制を強化することが必要であり自衛隊による情報収集活動を行うこととするとされた。なお、 不足の事態の発生など状況が変化する場合への対応において自衛隊法に規定する会場における警備行動の要否にかかる判断や発令時の円滑な実施に必要であることから防衛省設置法第4条第1項防衛省は次に掲げる事務を司る第18号所証事務の遂行に必要な調査及び研究を行うことの規定に基づき実施するとされ その詳細は、防衛大臣の命令に定めることとされた。また、事後の結果報告については、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣において、海賊対処法第7条第3項の規定により、国会に報告されていることにも鑑み、本格議決定及び当該活動が終了したときは、その結果を国会に報告することとされた。二0二0年一月十日、 中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取り組みについてに基づく準備完了時期の目途が立ったため河野太郎防衛大臣が中東地域における日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動の実施を命じた命令の概要は以下の通り2020年1月11日本活動を兼務する ソマリア沖海賊の対策部隊派遣、海賊対処行動航空隊の P-3C が、那覇航空基地から出国。ジブチ共和国における自衛隊拠点到着後、ダペ37自体から海賊対処任務を引き継ぎ、1月20日午前、情報収集活動を開始。1月21日、初任務飛行を行い、ソマリア沖、 アデン湾とアラビア海北部で航行する船舶の安全確認と情報収集活動を実施、以後継続して実施予定。2020年1月30日、海上自衛隊は本活動に係る頭上演習を水上部隊として派遣予定の護衛艦、高波において実施した。自衛艦隊司令部幕僚長を統制艦とし、自衛艦隊、護衛艦隊、 第2護衛隊軍、第6護衛隊等も参加の上、自衛隊による情報収集活動を円滑かつ的確に実施するため、各級指揮官の情勢判断、部隊運用、情報伝達の要領等について延練した。2020年2月2日、護衛艦高波は派遣準備を完了、同日派遣情報収集活動水上部隊が編成。 安倍晋三内閣総理大臣も出席して出発式が行われ、高波は横須賀を出港した。同館は2月下旬に活動海域に到着し、日本関係船舶の安全確保に向けた情報収集活動を開始する予定。2020年2月26日、護衛艦高波がアラビア海北部で情報収集活動を開始、哨戒ヘリコプター2機を併用し、 活動を実施する。なお、官邸部隊は、対象海域の内オマーン湾やアラビア海北部などの、公海を、活動担当とし、バブエルマンデブ海峡東側のアデン湾は、P-3C 部隊が担当する。ホルムズ海峡では原則、活動を行わないとされている。また、高波は4ヶ月活動後、自ジ下護衛官と、交代予定と発表された。 2020年5月1日、防衛省は第2次の派遣部隊として護衛艦キリサメを5月10日に出航させると発表した。基本的な実施方針は以下の通りであり、その詳細は防衛大臣の命令により定めるとされた。以下引用下記に示す海域において、船舶の航行の安全に直接影響を及ぼす情報その他の航行の 安全確保に必要な情報の収集を行う。所要の調整を経て、護衛官を新規に一席派遣するとともに、海賊行為の処罰及び、海賊行為への対処に関する法律第7条第1項の規定による海賊対処行動に厳に従事する自衛隊の部隊の固定翼紹介機 P-3C を活用する。なお、 海賊対処部隊による情報収集活動については、海賊対処行動に支障を及ぼさない範囲で実施する。の護衛艦及び固定翼哨戒機による情報収集活動の地理的範囲は、オマーン湾、アラビア海北部及びバブエルマンデブ海峡東側のアデン湾の3、海域の公開とする。護衛艦が補給等を行う場合には、 当該三海域に面する港に寄港するものとする。不測の事態が発生するなど状況が変化する場合には、関係省庁は連携して状況の把握に努め、相互に緊密かつ迅速に情報共有するとともに、政府全体としての対応を強化する。その上で当該状況への対応として自衛隊によるさらなる措置が必要と認められる場合には、 自衛隊法第82条の規定に基づき、海上警備行動を発令して対応する。当該発令に際しては、迅速な意思決定に努めることとする。海上警備行動に際して取り得る措置は、帰国主義の原則をはじめとする、国際法を踏まえ、保護対象船舶が、日本赤線か外国赤線かの別、侵害の対応といった個別具体的な状況に応じて対応することとなる。 情報収集活動の実施にあたっては、活動海域の情勢に係る十分な情報収集、安全確保に必要な機材の搭載、事前の適切な教育訓練等を通じ、自衛隊の部隊の安全の確保に万全を期す。情報収集活動及び、不足の事態の発生など状況が変化する場合への対応の実効性確保のため、関係省庁は連携を密にし、 当該対応についての認識を共有するとともに、訓練等を通じて対処能力向上等を図り、状況に迅速に対応することができる体制を整備する。我が国は中東地域の高校の安全に係る特定の枠組みには参加せず、自衛隊の情報収集活動は我が国独自の取り組みとして行うものであるが、諸外国等と必要な意思疎通や連携を行う。 本閣議決定に基づく自衛隊による活動を行うべき期間は令和元年12月27日から令和2年12月26日までとする。なお、本閣議決定に基づく自衛隊による活動を延長する必要があると認められる場合には再度閣議決定を行う。右期間の満了前に本校に記す必要性に照らし、 自衛隊による活動が必要と認められなくなった場合には、その時点において当該活動を終了するほか、情勢に顕著な変化があった場合は、国家安全保障会議において対応を検討する。国家安全保障会議、中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取り組みについて、ありがとうございます。